いいか、中入ったら第一障害もうちょい元気よくね。ありがとうございます。うまかったね。最後ごめんね、本当に危ない。さあ、塚本芽選手は専修大学小学校の1年生。1回戦、2回戦ともに第2位という順位でこの準決勝に駒を進めました。青葉市競技を終えて404点、このまま減点0できますと決勝戦に駒を進めてきます。さあ、最終のダブル障害、まず A から、そして B 障害クリアです。